じゃあ、次はすごくメジャーなロートシワドチだ。この曲をやらなかったら始まらない曲をやります。そこセアリング
ありがたいことでございます。まあ、今何人かのメンバーを紹介しましたけど、この後またまた紹介してないメンバーが出てきます。出てきます。もう出てるんですけどね。なんでこんなことぐだぐだ言ってるかというとね、まあ、本当にこのバンドを始めるときにね、すごいギターの人にはね負担がかかるバンドなんです。あれこれ持ち替えたりとかね、中年変えたりとかね、いろんなことしなきゃいけないんだけどもね。後で、あなたちゃんと紹介するからね。今、あなたのことを喋ってるけれども、チューニングに集中してくださいね。よっしゃー、OK です。はい、いけそうですか？い